とりあえずタンと一回保留というか、考えていいですかっていうか。そうするか。大丈夫かな、普通に買うって言っちゃったんだけど。まあでも、本契約はしてないからな。まあ言いにくいな、でも。じゃあ、とりあえず断るだけ断るか。OK。断るだけ断る。決めた。それちょっと、買うって言っちゃったんですけど、やっぱり、ちょっとなんか他のも、見たくて、ちょっと、買うって、ああ、うるせえな。ちょっと、買うって言っちゃったんですけど、ちょっと実は、買うって言っちゃったんですけど、ちょっと迷ってて、ちょっと一回やっぱりキャンセルでいいですか？ごめんなさい。ごめんなさいでいいか。でもさ、そこでタント断ったらもうタント乗れないよね。だって、もうほんと目の前だから、俺がタント あったら、この庭でわかるから、あれ？うちにタント断ったのにタント買ったんだみたいな。いや別に何も言ってこないとは思うけど、なんか気まずいっていうか。どうしたらいいんだよ。とりあえずちょっと腹減ったんで飯食っていいっすか。してるのかな今。どうしたらいいんだろう。わかんないよ、もうどうしていいか。どうしたらいいね、マジで。ちょっと言いにくい、もうダメだ。ヨシエさん！助けて、ヨシエさん！あのね、タントにしようかどうかっていうのを最新のスタイルだ。タントにしようか、シーマンにしようかっていうのを。吉井さんに電話してって言ったら嫌だっつった。なあ、どうしたらいいんだ。やべえ。ああ、どうしたらいいんだよ。もうやめてくれよ。もう本当に。近所なんだからやめてよ、そういうこと、本当に。
ああ。うわあ、これ一番きついわ。こういうのが一番きつい、正直。どうしたらいいんだろう。とりあえず、じゃあ、ちょっとやっぱり、顔って言っちゃったんですけど、買うって言っちゃったんですけど、ちょっとやっぱり他のやつも見てみたいんで、ちょっとやっぱりキャンセルでいいですかって言って、で、それであっちが、うん、いいよって言うとして、で、あとは、こっちからなんか、電話とか言ってますよねっていうのもおかしな話だよな。あっちがなんかそう言ってきたら、言うか。こっちからなんか電話行きましたっていうのもおかしな話じゃん、なんか。それもなんかそれはそれで違う気がするし。そう、言わなくていいよね。で、あっちが言われたら、あ、すいません、なんかネットでね、なんかこう悩んでて、それをなんか僕の視聴者が勝手になんかやっちゃったみたいで、みたいな。そんな感じか。そんな感じでいいよね。まあ、こっちからなんか電話行ってませんっていうのは、なんかおかしいから、ちょっと。それでいいよね。よし、かける。まあ、社長さんめっちゃいい人だからね。よかった。よかった。よかった。社長さんめっちゃいい人だから。いや、まあ、ざっくり言うと、そのなんかほら、いろんな人がやっぱ電話かけてきたみたいで、でちょっとあの僕が他のね、あの車をちょっとやっぱ考えたいんで買うって言ったけど、ちょっとやっぱキャンセル大丈夫ですかって言ったら、それは全然大丈夫だよ、つって。ただなんかいろんな人がね、なんかかかってきてて、で、なんか、なんていうの、こう、みたいな感じ言われて、あー、忍者さんから、お前が、アラブの石油、ウィドウズ、ウィルゲイツ、ソフトバンク、そう、ありがとうございます。で、それ、だから、ちょっとなんかね、仮になんかキャンセルとかって言ってきた人もいるけど、なんかその、なんていうの。まあでもそれは関さんとなんかうちの問題だから、なんかその、なんかよくわかんない人が言われても、なんかちょっとそれは何言ってるんだみたいな感じになって、まあまあそれは当たり前っちゃ当たり前なんだけど、だからまあなんかただ関さんがね、どうしたらいいのかなと思って、みたいな感じで、キャンセルだったら全然いいよ、みたいな感じで言われて、で、それで、もし、ちょっとね、本当今回ご迷惑おかけしました、つって、ちょっと本当なんかね、なんかそういう、なんか、なんていうの、なんかこう買うとこバレちゃってて、で、それでなんかこう、いろいろ、ああでもない、こうでもないっていう人が多分いたと思うんですけど、つって、あ、忍者さんありがとうございます。そう。で、なんか多分ね、なんかいろんなリスナーが多分、いろんな人が何言ったか知らないですけど、多分なんかいろいろね、多分ご迷惑かかるようなことを言った人がいると思うんですけど、って言って、で、それで、まあ、ちょっとね、今回、あ、全然、そんな全然大丈夫だよ、って言われて、で、それで、なんか、今回、その、なんていうの、他の、なんていうの、ところでもしかしたら買うかもしれないですけど、もし、買ったら、必ず、車検とか、あと壊れた時絶対持っていくんで、つって、本当、今回は申し訳ございませんでした。ああ、その時はね、全然、ぜひ持ってきてね、みたいな。全然本当に、別に全然うちで買わなくても全然そんな本当気にしないでみたいな。だから、それ壊れたり、なんか車検とか全然持ってきてね、とかつって。それで終わった。いや、社長さんめっちゃいい人だから、本当にめっちゃいい人だからね。みたいな感じ。よかった。もうやめてよ、ほんと君たちはこういうことやるのもやだよ、もう。やだ。もうやだ、もう、こいつら、本当になんかそう、アンチとかがさ、ああ、でもない、こうでもない、多分電話したんだよ。もう本当、近所はさすがにきつい、本当に。
まあ、近所じゃなくてもさ、なんか自分の配信を通じて結果迷惑かけちゃったらなんか申し訳ないんだって気持ちももちろんあるんだけど、近所はなおさらちょっとやっぱきついよ。